こんにちは。ナナです。こういうところが王者のゆえんなのでしょう。特選系でありながら負けた棋聖戦第2局と同じ矢倉を採用し、先手渡辺棋聖が今局は仕掛けてきました。藤井七段からすると勝利している対局内容を再度採用されることはあまり嬉しくはなかったと思いますが、それを堂々と受け、見事に勝ち切りました。藤井七段、おめでとうございます。素晴らしすぎる。素晴らしい勝ち方でした。おめでとうございますって、何度言っても足りないくらいです。世紀の大記録の瞬間を目の当たりにできた幸運に感謝です。基本的に、藤井七段は、相手の得意戦型から逃げないですが、解説の先生方がよく話しているように、それができなければ結果的に、頂点にはいけないと言われます。そういう意味では、渡辺棋聖は、その頂点に長く君臨していますから、今局勝利しダッシュでできた意味は本当に大きいと思います。プライドをかけて勝負に出た矢倉でしたが、若き天才は、それを乗り越え屋敷九段が作った、最年少タイトルダッシュの18歳6ヶ月を更新し、新しい金字塔を打ち立てました。今月誕生日を迎える藤井七段ですが、7月16日ダッシュなので、17歳11ヶ月で記録を塗り替えました。7月16日第91期ヒューリック棋聖戦5番勝負第4局が関西将棋会館、五条段の間という、最も格式が高い部屋で対局が行われました。関西将棋会館は、大阪環状線で一駅の福島駅から、徒歩3分と交通紙面の立地です。ここまで、藤井七段が、2勝と、ダッシュに王手をかけて、状態での対局ですから、地元瀬戸市は、もちろん、全国のファンも、固唾を飲んで見守っていたと思います。持ち時間は各4時間。本局の先手は、渡辺棋聖で、戦型が矢倉。対局は、9時から始まり、終局が、時、分なので、時間の対局を制したのは藤井七段でした。本局の立ち会い人は、豊島竜王名人の師匠でもあり、自身も、棋聖5回のほか、いくつものタイトルダッシュを経験された。大先生が立ち会い人を務めていました。8時46分に、藤井七段が先に入室し、下座につき、それから指して間を置かずに、渡辺棋聖も入室しました。それぞれが、対局前の準備を終えて一息つくと、両者が一礼を交わし、駒を並べていきました。定刻9時に対局が始まり、いつものように、とても丁寧な藤井七段の、お辞儀から対局スタート。お茶で口を潤した後、藤井七段は、ゆっくり8四歩と、今局も指しました。対局前の戦型予想は、井上慶太九段が相掛かりかなといい、桐山九段は矢倉を選んでいました。結果的に的中したのは桐山九段ですが、井上九段は昼の休憩を挟んで対局が再開した午後1時半前、ここまでの展開について次のように話しています。先手の渡辺棋聖が第2局で負けた将棋を再度ぶつけています。矢倉という戦型の中でも素早い仕掛けを狙う。急戦矢倉という戦法ですと説明した上で、ただ一手、渡辺棋聖が端の歩を進める仕掛けを入れているのが、第2局からの改良の部分で、タイトルホルダーの意地というか、プライドというか、やられた将棋で逆に負かすという意気込みを感じますね。意地のリベンジを目指しているのかなと思いますと話していました。当たり前ですが、あれだけ見事に勝たれると得意としている戦型を先手で戦っていたわけですから納得がいかないのは当たり前。ただ、その思惑もさらに乗り越えた藤井七段が見事また勝利することになりました。居飛車と振り飛車に大別される戦法ですが、これは最強の駒飛車の使い方が違ってきます。振り飛車は飛車を初期配置の場所から早々に左側に振って指すのに対し、居飛車は、飛車を、初期配置の場所や筋にいたままにして指し進めます。本局の矢倉は、
居飛車のうちの主要戦法の一つですが、居飛車には他に横歩取り、総かかりもあり、藤井七段が得意とする角換わりも含まれます。今三冠保持し最強と言われている渡辺棋聖が採用しているということで、同じ戦型を研究される方も多いのでしょう。それにしても藤井七段の戦い方がすでに横綱相撲的で、そういった意味でも凄みを感じるところです。両対局者の本局までの成績は次の通りです。渡辺棋聖本年度成績は5勝4敗 0.556、 対局数ランキング18位タイ、通算成績は662勝335敗 0.664。 藤井七段の本年度成績は13勝2敗 0.867、 対局数ランキングと勝ち数ランキングは1位、勝率ランキング5位、連勝ランキングは1位タイ、通算成績は182勝34敗 0.843、 終局時間は19時11分、10時間11分の長い対局でした。藤井七段の消費時間は3時間58分、渡辺棋聖の消費時間は3時間59分。今局渡辺棋聖が1分将棋に入る中、藤井七段は2分残しているという凄さ。対局後負けた渡辺棋聖は次のように気持ちを吐露しています。8筋から攻められたのと4六歩と突かれて、そのあたりからちょっと、そのあたりの揺さぶりというか、広く揺さぶられて、そのあたりからちょっと形勢を損ねたと思います。具体的には2六金取られたところでちょっとまずくしてるんじゃないかなって気がしたんですけど、ちょっとわかんなかったですね。2局目の改良としての予定だったんですけど、7筋から9筋あたりを見てたんで、逆側に来られてちょっといろいろ読めてない手が出てきてしまって、棋聖一騎での防衛ができなかったことに関してすぐに取られてしまって残念ですが、全体としては競った将棋で負けているのでしょうがないかなと。やっぱり中終盤の競ったところで勝てなかったので、いや、やっぱりそこの中終盤の差し回しはこちらが気づいていないところが多かったです。対局に入ってしまえば普段と変わらないと思いますが、注目度が他とは違い高かったのでやりがいがあった。年下に奪取されるのが初めてですが、それに関しては内容的にも競ったところで負けているので、すごい人が出てきたなという感じですね、と素直な言葉が吐露されました。一方、藤井七段改め藤井棋聖の言葉はいつも以上に謙虚で、メディアのその質問必要ありますってものにも丁寧に対応し、タイトル奪取については考えていなかった、勝ちを意識したのはという質問にはやはり最後までわからなかったと、相手を最大限に立てた言葉が吐露されました。本当に嬉しい、三浦九段やりましたよ。渡辺棋聖は三冠を保持し最強と言われていますが、その相手から朝日杯の勝利を含めると3連勝しており、今局勝利で4勝したことになります。これは相性が良いというのか強いのか、さらにこれで正真正銘の最強棋士のチーム入りです。唯一豊島竜王名人には新人王戦記念対局で勝利はしていますが、一般棋戦での勝利がありません。残すは豊島竜王名人です。渡辺棋聖が初めてタイトル戦に登場した19歳当時、2003年第51期王座戦、藤井七段は生まれたばかりの1歳でした。渡辺棋聖は初挑戦体感こそ逃したものの、翌年に同翌年2度目のタイトル戦第17期竜王戦で初タイトルを獲得すると、その初防衛戦はストレートで挑戦者を退け、圧倒的な強さを示していました。その後もタイトルを保持し続ける渡辺棋聖の安定感が際立つところです。東奔西走の日々が続きますが、中1日での大一番にもどの対局もいいコンディションで迎えられるように調整したいと
意気込んだ藤井七段ですが、力を出し切ってくれました。と言って、ゆっくりする時間はなく、次は、18日日曜日に JT 杯で、菅井八段との対局が待っています。菅井八段は、王位のタイトルを保持したことがある棋士ですので、ここでまた1勝し、王位戦3連勝に向け、弾みをつけてほしいものです。